拾ってもらった恩っていうのはあるし、うん、だから今の会社に入れなかったら俺今正直何してたか分かんないし、でももう自分のやりたいこととずれてきちゃってるから、うん、もう逆にいることが失礼なのかなっていうふうに思ってて、だったらやめた方がいいのかなっていう思いがすごいあって、それをやっぱり今日聞きたいっていうか、なんか、うん、ちょっとごめん分からん